はい、皆様お待たせいたしました。それでは最終ゲームワンナイト人狼に移りたいと思いますが、その前に得点の確認をさせていただきたいと思います。それではドン、このような得点になっております。片山先生が 4.5 ポイント、荒井プロが3ポイント、大井プロが 1.5 ポイント、白田プロが3ポイントです。なんか辛いな、優勝条件だな。いかがでしょうか。 OK です。それでは今回あのワンナイト人狼結構たっぷり時間が取れそうですので、うん、はい、頑張って皆さん、まあ、こちらの日楽しみましょう。はい、人狼、そうですね、さっきは楽しんでますよ。めっちゃ楽しみですよ、はい、それですよ、すげえ必死だった。それではですね、参りたいと思います。はい、それではプレイヤーの皆さん、カードをまず選んでくださいね。ペット引くかな。引くしかない。ペット出てくるね。ペットね。はい、はい、まあこうしようか。はい、オッケーです。はい。はい、それでは行きますよ。あ、すいません。あら、平和村になってしまいました。いきなり平和村。まあ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 占いも楽しい。先生、回答やってないのに僕をまた騙そうとしてるの。はい、どうだよ、それでは気を取り直して1ゲーム目にいきますね。はい、ではカード選んでください。また騙そうとしてんじゃないの。はい、カードを確認したら眠ってください。はい、はい、テーブル以外の部分を叩いてくださいね。はい、それでは参ります。ではまずオオカミさん、オオカミさん起きてください。オオカミさん、オオカミさん起きてください。オオカミさん、お互いの確認をしてください。オオカミさん、お互いの確認をしてください。確認ができたら眠ってください。確認ができたら眠ってください。では次に占い師さん、占い師さん起きてください。占い師さん、占い師さん起きてください。占い師さん、どのカードを占いますか。占い師さん、どのカードを占いますか。占い師さん、こちらのカードでよろしいですか。占い師さん、こちらのカードでよろしいですか。では確認ができたら眠ってください。では次に回答さん、回答さん起きてください。回答さん、回答さん起きてください。回答さん、こちらのどのカードと交換しますか。回答さん、どのカードと交換しますか。回答さん、こちらのカードでよろしいですか。こちらのカードでよろしいですか。確認ができたら眠ってください。それでは最後に皆さんのカードを整えます。皆さんのカードを整えます。はい、では皆さん朝が来ました。おはようございます。話し合いは5分間です。話し合いを始めてください。さて、じゃあ今回僕が村長しもうかな。村長しもう、市民代表です。はい、じゃあ今日、まあ、最初なんで、うん、まず無難に占い師の方、うん、いたらぬるっと出てみます。ぬるっとでいいです。いっぱいじゃなくていいです。はい、どうぞ。いない感じ。これいないですね。まあいたら絶対出ますもんね。いないですね、うん、いないんですか。これ困っちゃいましたね。あ、もう回答出ちゃいますね、これ。あ、出ちゃった方がいいでしょ。あ、出ちゃった方がいいですね。あんまりね、はい、あの、C を2つから来ると、はい、他に回答出ないですね。他にいないんですか。言わない。いない。じゃ違うんですね。違うんですね。うん、どこと変えました。大井さんと変えて、はい、村人です。はい。何ですか。回答いないんですよね。ある程度信じますよ。はい。だからこれは、ただ一匹狼の、狼占い師の時にあるだから回答は絶対いるわけですよ。そうですね。だってそうですね。狼占い者として回答が、うん、狼を引いてたら狼引いて嘘ついてる可能性あります。あるん。はい、なるほど。そうなんですよ、うん、そういう市民側に潜り込む作戦がある。はい、結局答えなんかないんで、こんなの。なるほど。あ、そっか。先生、でも二人狼の可能性はないの。ない、絶対ない。平和村じゃないですか。さっきみたいに平和村で、それだと占い師がもう大事件ですね。ただ、占い回答ありますか。なんかケブンさんが大井さん市民に乗ってきたのがなんか嘘くさいって思っちゃって、うん、なんでですの。なんでですの。本当の可能性もあるけど、うん、狼もあってもおかしくないなって思って、うん、その時に、うん、でも出ないってことは回答がここにいることをかけたってこと。2分の1に回答占いか、うん、先生が占いじゃない回答で狼のケブンさん引いて黙ってるパターン。あー、でもそれだとなんで僕回答って今出るの。狼やから。え、先生が僕のを引いて、そう、で、黙ってる。え、じゃあそしたらだって僕最初、僕が回答で大井さんと変えたって言ってるから、もともと狼いないの。もともと狼の人、もともと狼の人やられちゃうよ、それ。大丈夫なの、これ。でも、ケイブンさん信じるんだったら、うん、もう片山先生。いや、僕市民なんですよ。
だから僕はもう100%です。まあでもちょっと市民なんですか？僕市民だから信用してる。僕市民なんで。最初に言ってるんで、大井さんの方が市民信じてるんですよ。で自分が市民なんで市民2枚以上ないんで、うん、それだと片山先生あ狼かなって。で元狼だとしたらこれ一番やばいんだよ。元狼だとしたら。新井がさっき白田さんが言ったように、うんうんうん、引っこ抜いておいて市民に潜ろうとしてるっていうのがあるんだよ。まあでもそれは本当考えなくていいって言いたいけど言っても信じられないもんね、うん、街頭が狼引いた時にこのプレーよく出るんで、大井さんが嘘ついてない限りはそれはないと思います。市民で私も市民なんで、なんで街頭狼のスタートしたの。あ、あるあるのよ、うん、それ最悪なのよ。回答出れないでしょって出れないんだよ、自分実際回答だから。そして狼を先生から引っこ抜いた時に、白田からでもいいんですけど引っこ抜いといて、大井、僕が最初に村アピールしちゃったから、うん、大井と変えましたって言えるのよ。村アピールだったのあれ。あれ相当、あれも村アピール、あれ、ゲームの達人会では、うん、あれ相当な村アピールなんだ。あ、そうなんですか、はい、大久保の得意技なんで。あ、一回村長になるやつ。村って言ったって。ちょっと僕、これちょっと怖いですね。あ、新井はこれ評価合わせがまあないので、うん、このゲームはこれはちょっとやばいな。一応私は片山先生をだいぶ疑ってますよ。うん、不思議なんだよ。でも分かんないからさ、うん、でも思うんですけど、はい、今のって、はい、多分あれぐらいの感じだと、はい、僕が狼で語るとしたら回答語らないんじゃないですか。占いで出ません。あのタイミング違うよ。狼で出るんじゃなくて、もともと怪盗が人狼を引いちゃったの、うん、ああ、国会で。僕それしか考えてない。それしか考えてない。もともと狼はこっちの二人のうちどっちかと思ってる、うんうんうん、あなたのハイパイが怪盗だったことはもう間違いない、うん、そしてそれを僕と変えたのか、うん、僕と白で変えたのか、二人からどっちかと黒で変えたのかがわからない、うん、なるほど。これはもう永遠にわからない。そうですね、うん、それは答えってなさそうですね。答えはないんですけど、一、うん、つだけ、うん、僕の村アピールの後の後出し白替えなんですよ、うん、そこだけですヒントは、ね、だから 50% ではないんですよ。いや僕ね、村アピールだと思ってなかったです、本当にあれに関しては、うん、すごい目で見てますけど、本当に30秒前、本当にね、思ってなかったですよ、うん、そこしかないんで。一匹狼に語れるの尺なんだよな、これ2ポイント制だからそうなんですよ。あ、一匹狼が勝つ、狼が勝つと2ポイントなの、市民が勝つと1点、はいはいはい、倍の得点になる、うんうん、10秒前、うん、難しいな、これわかんないな、面白いですね、顔わかんないな。5、4、3、2、1 話し合いは終了です。話し合いは終了です。それでは皆さん怪しいと思う人物を一斉に指さしてください。一斉のせ、片山先生とフライプロが2票ずつ。これ勝ったな。はいはいはい、はい、ではどちらから開けましょうか、はい、ん、じゃあ私の行きましょうか、はいはい、あ、一斉に、一斉ですよ、はい、お勝ち、市民だよね、信じてよかったの、勝ち勝ち、あ、よかった、はい、あ、まあ、このパターンがあったからな、本当、ええ、でも片山先生が人狼で見つけられてしまったこれ危なかったな片山先生以外に1ポイントずつ入ります。私目線だともうこっち市民っぽいなって思って、もうこっちどっちかだからいいけど、先生、うん、でも危なかったですね。いやでも僕のことを疑わせがもうダメかな。あ、なるほど、あ、刺しそうだったもんね。でも新井さんがこう刺すパターンもあるから。あ、そうなの、ね、僕どっちか刺しますもん ね、 ね、そうだから、うん、勝ちには相当あったんですよ、ね、そう、僕ここ行っちゃうから、うん、こうなっちゃうから。危なっ、田先生刺して、はい、ちょっと難しいでしょ、はい、これ占い師と狼だったんだよね、うん、あのワンパイが、うん、なんで大井さん僕刺すのそんな僕怪しかった。いやでも22になってくれ、こっちはこっち刺すんで、はいはいはい、22なら勝ったなと思って。ああ、なるほど、あ、そっか、そういうのは、うん、はい、それではカードを選んで確認したら眠ってください。2ゲーム目に移ります。ゲーム、あ、カード確認しましたか。それでは始めます。では、オオカミさん、オオカミさん、起きてください。オオカミさん、オオカミさん、起きてください。オオカミさん、お互いの確認をしてください。お互いの確認をしてください。確認ができたら眠ってください。では、次に占い師さん、占い師さん、起きてください。占い師さん、占い師さん、起きてください。占い師さん、どのカードを占いますか？占い師さん、どのカードを占いますか？こちらのカードでよろしいですか？こちらのカードでよろしいですか？確認ができたら眠ってください。では、次に回答さん、回答さん、起きてください。回答さん、回答さん、起きてください。回答さん、こちらのカードでよろしいですか？こちらのカードでよろしいですか？回答さん、確認ができたら眠ってください。
では皆さんのカードを最後に整えます。最後に皆さんのカードを整えます。それでは皆さん朝が来ました。おはようございます。おはようございます。話し合いを始めてください。はい、さあさあどうしましょう。まあ僕約束結構僕ぬるっと出るの好きなんですよ。はい、僕も好きです。うん、あんまり一斉とか好きじゃないんですよ。じゃあ占い師出てください。ぬるっとぬるっとぬるっとが大好きですね。じゃあぬるっとしましょうか。回答のどのタイミングでもいいから、ね、そうですね、うん、じゃあまず占い師いないですか。これまた眠ってる可能性ある。いないですか。またありますね。いやこれはいないんじゃないですか。いやわかんないですよ。いないそうですね。炙り出してるかもしれないよ。あ、うん、そうですね。あ、うん、回答今出る人いる？じゃあ何か役あるって人はとりあえず手を挙げてみましょうか。うん、あでもそれもぬるっとがいいか。そうね、ぬるっとがいいですね。挙げてみましょうか。はい、ぬるっとの方がいいですね。ぬるっと会話始まらなくないですか。うん、はい、役がある。ぬるっときた。占い師です。はいはい、うん。結果教えてください。ここ見ました。はい。うん、はい、狼と市民です。はい。はい。皆さん。はい。これは、はい。僕が占い師なんですよ、うん、はい、ほうほうほう。2人これ確率上の話でまず攻めたいんですけど、はい、先生と違うこと今から言います。皆さん、はい、僕は両脇が市民っていうことを知ってます。新井さんと城田さんは絶対に市民なんです。なぜなら、なるほど、僕はここを調べて、はいはい、狼と怪盗でした。ですよね、はい、うん、なのでお二人が僕の方を確率上信じてもらえると思うんです。もう知ってるんで、うん、なるほどね。はい、回答が一人でもいたら僕疑っていいです。素晴らしいね。二人とも回答カミングアウトしてください。しないしないんだったらもうできないこと分かってるんです僕は、うんうんうん、だったらもう答えは分かりますよね。すぐ出ろよ。積みました。積みました、はいはい、ちょっとね、積みました積みましたか。よろしいですか、はい、投票で、はい、それでは怪しいと思う人物に一斉にと指をさせてください。一斉の炙り出してんじゃねえかよ。なんかおっしゃってましたよね。炙り出してんじゃねえかと思ったんだけどさ。でもじゃあ皆さんカード開きましょうか。失敗しちゃったから。一人人狼は辛いっすよ。辛いっすね。これは辛いっすよ。全く勝てませんよ。回答ここにあったらもう終わりですよ。やばいこれ。これ今のはしょうがないっす。片山先生まだまだゲーム時間あります。これ怪しいなと思ったんだよね。思った、うん、知ってた。それでは3ゲーム目参りますよ。はい、はいはいはい、あまだ眠っちゃった。危ない危ない、よかった。はい、カードを選んでから眠ってくださいね。よし、もういいや。はい、では皆さんカードを確認したらその場に置いて伏せてください。はい、それでは参ります。まず狼さん、狼さん起きてください。狼さん、狼さん起きてください。狼さん、お互いの確認をしてください。狼さん、お互いの確認をしてください。確認ができたら眠ってください。では次に占い師さん、占い師さん起きてください。占い師さん、占い師さん起きてください。占い師さん、どのカードを占いますか。占い師さん、どのカードを占いますか。占い師さん、こちらのカードでよろしいですか。こちらのカードでよろしいですか。確認ができたら眠ってください。では最後に怪盗さん、怪盗さん起きてください。怪盗さん、怪盗さん起きてください。怪盗さん、どのカードと交換しますか。怪盗さん、どのカードと交換しますか。怪盗さん、こちらのカードでよろしいですか。怪盗さん、こちらのカードでよろしいですか。確認ができたら眠ってください。確認ができたら眠ってください。では最後に皆さんのカードを整えます。皆さんのカードを整えます。はい、では皆さん朝が来ました。おはようございます。おはようございます。話し合いを始めてください。さあどうしましょう。また先生どうしましょう。ぬるっといきましょうか。いきましょうか。今日はぬるっとな感じで言ってください。あれ出ない。いや、だってさ、うん、出にくいよね。さっきのね、さっきのやられてしまっては、うん、ね、出にくいってことは何。嘘つきにくいっていうこと。いや、そんなことないよ。じゃあ、え、引いてないんですか。占い師また占い師いないのかな。いやでもそうだね。僕はいいよね。僕は占い師ではないです。うん、僕も占い師じゃないです。私も違います。ノート使用。僕は村人です。はい。役ないです。全員市民って。役ないです。全員市民ってこと、ね。本当に占い師じゃいないんですね。役ないまで。一回締め切りましょうか占い師、うん。これは占い師。こっちっぽいね。ま、眠ってるんですかね。じゃあこれは一人狼なのか二人狼なのか怖いね。うん。で回答さん、回答さん。二人狼ないんじゃない。二人狼ない。回答。
お早い回答何どうした。でもね、新井さんで市民だからあんまり状況あれなんないんです、はあはあはあ、ちょっと待ってくださいね、はあはあ、でも言わない方が良かったかな、今市民ってまで役まで言わない方が良かったか、ちょっと、ね、言わない方が良かったか、言わない方が良かったか、ちょっとね、あのか、うつか、占いが出た時は言ったら良かったけど、ちょっと言い過ぎたな、ちょっとピンポイントで、ちょっとミヨンヌの回答の信頼度落としちゃったな、今ので、うん、でも他に出ないってことですか、うん、ちょっと待ってくださいね、うん、うん、回答で、うん、で、まあ二人狼だったら語るかな、うん、そう、一人は語るから、ね、うん、二人狼語り、二人狼語り、二人狼語り、いや、こっち二人狼だったらどっちが語るかなって思って、うん、どっちが語るね、まあでも、今ので一人狼でミオンヌが語ってるっていうのも全然ある、うん、こっちが人狼ってことですか、うん、え、でも占い師があるから、うん、回答はいるんじゃないですか、ここに占い師回答、ここが一人狼なので、うんうん、回答、あ、違う、占い一人狼なので、回答はいて、うん、回答はいることはいて、うん、で、市民を引きました、うん、だけど、どっちかの人狼を引いてるかもしれないってことでしょ、そう、ここが一人狼のパターンがあるんですよ、今、あーはーはー、それはここが占いと回答ってことですか、そう、え、違う、回答は、回答があなた、回答、回答は信じるの、回答は知ってるんだけど、これを引いたかどうか、そうそうそう、本当に、うん、本当にあるここを引いたかどうかわからないでしょって話、そう、うん、あれが余計なこと言ったからやな、そう、だからせやな、うん、これ、一人狼のパターンも結構ありますね、はい、のパターンも結構あるっていうか、ほとんど一人狼、僕は知るんですよパターンも結構ありますね、そんな毎回人狼なわけないじゃん、ちなみに2人とも自分のカードが市民だって言うんですか、うん、だから要は僕があろうと先生だろうとどっちかが狼だった場合、あなたのが回答で狼引いちゃったのよ、だからこっちを嘘で市民って言う、みんなが思う目線で私目線の整理だと、うん、ここ3人なんだろう、市民はありえないじゃないですか、うん、でここは市民だから、うん、ここの2人が市民だって言うんだったらどっちかが嘘っていうのは、あなたはそういう、あなたはそういうんだけど、僕と先生はもともと狼だろうがなんだろう言えないわけで、あなたに狼を抜かれた時に、そうそうそう、そう、うん、でも自分のカードは市民ですって2人とも言いますか、言ってる、僕市民ですよ、市民です、まあ、完全に市民が3枚ある状況今でも全部だからどうなのこれ、うん、人狼使用します、私人狼でした、 で誰かが嘘ついてるってことは誰かが回答で私と交換した、ね、今その結果を知って、ね、今その結果を知って言ってるんですよ、え、そうです、そうです、でもそうするとケイブンさんの信用度も私の中では見てないんで結局ゼロなんで一緒なんですよ、3人の疑いとか私の中でだったら今度新井の、新井の狼も出てくるんですよ、いやいや僕狼だったら今言わないでしょ、あ、そうだね、だから僕はさすがに市民なこれ、そうだね、今のはそうだ、あ、そう、今のが身狼はないです、うん、一狼です、うん、え、なんで何言わない、だって僕の今の状況で、うん、僕と変えて市民って言ってて、そこでわざわざ撤回してこういう理由が、ちょっと待って、そうなんだけど、うん、今のちょっと待って、今のプレーって全員出ないことを確認してからやってるじゃないですか、うん、それってここがここに回答がいるかもしれない、そう、いや、占いが出てないから1個は占いで1個狼なんですよ、私一人狼なんですよ、え、一人狼なんですよ、いや、一人狼なんだよね、そうそう、ちょっと待って、二人狼の時のプレイもできるよ、これ、え、二人狼の時に、新井と組んでたらどうします、先生、え、私今3人に疑い向けたんですよ、だって、ケブンさんの、だって分かんないですもん、え、新井って市民じゃない、最初に市民って言ったから、私は乗っ取ろうと思って、市民って言っただけで、で、でも今は3人、4、3、5分になっちゃう、いや、2人で終わる、話し合いは終了です、話し合いは終了です、はい、では、皆さん怪しいと思う人物を一斉に指さしてください、一斉のせ、あかん、あれ、立山先生が2票、ケブンさんの、大井さんが2票、あ、違うっす、2匹連れた、はい、2票ずつです、これね、はい、私は多分回答にこそう変えられちゃったんです、さあ、どなたですか、来たー、危なー、今の難しかった、最後に二人狼って混乱させることしか言わないんだもん、はい、じゃあ、多いプロが一人狼だったので多いプロ以外に1ポイントずつ入ります、ね、いや、これで勝つにはこれしかなかった、これしかなかった、確かに、うん、いや、僕が先生と変えましたっても言えなくなっちゃったんだよ、はいはいはい、
だからアライト変えたのは本当は俺ですっていうのも後出しも嘘くさいし、これ言えない。こっちにいいの行き過ぎじゃないですか、だから占い占い占い来てほしいですね。占いワンパイですか、本当に。長いはい、では4ゲーム目に参ります。白田は騙したまだ眠らないですよ。まだでした。みんな寝るのが好きなので、カナダを選んでから寝てください。はい、確認をしたら眠ってください。それでは参ります。オオカミさん、オオカミさん、起きてください。オオカミさん、オオカミさん、起きてください。オオカミさん、お互いの確認をしてください。オオカミさん、お互いの確認をしてください。確認ができたら眠ってください。確認ができたら眠ってください。では占い師さん、占い師さん、起きてください。占い師さん、占い師さん、起きてください。占い師さん、どのカードを占いますか。占い師さん、どのカードを占いますか。占い師さん、こちらのカードでよろしいですか。占い師さん、こちらのカードでよろしいですか。確認ができたら眠ってください。では次に回答さん、回答さん、起きてください。回答さん、回答さん、起きてください。回答さん、どのカードと交換しますか。回答さん、どのカードと交換しますか。回答さん、こちらのカードでよろしいですか。回答さん、こちらのカードでよろしいですか。確認ができたら眠ってください。それでは最後に皆さんのカードを整えます。皆さんのカードを整えます。はい、では朝が来ました。おはようございます。おはようございます。おはようございます。始めてください。じゃあまた言ってくださいよ、役職。はい、占い師の方いますか。こんなにね、ま、こんなわけがない、わけないよ、こんなわけないんですよ。はい、またまた誰か何かしようとする。最近潜伏占い師多いね。こんなわけないんですよ。いやらしいのよ。尊重しよう。尊重、尊重か、尊重しよう。はい、何、はい、何ですか。何、占い師です。あー、うさんくさいな。まあうさんくさいです。このもう占い師ですけど、ちなみに、もう一ちなみに他にはそう、他に占い師のいいんだったら結果聞きたいし、もしいるんだったら同時に。そうなんですよね、同時の方が僕はいいですよ、うん、はい、僕は本物なんで。まあだからちょっとここで後、まあ結果やった後の占いはあんまり信用できないと、うん、できないから不利だってことで。本当ですか。後出しの方が不利だって言ってくれるなら僕も出したいんですけど、締め切る前に出すのってなんか嫌だなみたいなとこあるんですけど、まあそんなことない、うん、俺に合わせてくるな。じゃあとりあえずこの後に言った信憑性ちょっと言っちゃう。まあちょっと落として、あ、僕は無難やっちゃったんで、僕は本当に言いたくないんですよ、これ無難なんで、うん、はい、うん、あの得意のやっちゃいました。得意のあれね、まあ、あれね、はい、あれね、しかも白黒っていうね、あれやっちゃいました。人狼、人、この世界は一人狼なんですよ、はい、でここが人狼なんですよ、はいはい、でここは神狼。あ、言わなきゃよかったの。あ、片方だけよとかちょっと面白いかもしれない。そういう当てるの聞かないんで、ごめん。でもだからそういうことない。早く言えばよかった、ごめんなさい。でということは、はい、大井さん目線、怪盗が一人いて、狼が一人いて、はい、ちょっとなんか変な村、白田さんのその村アピールは、うん、ちょっと僕は、うん、僕が1回目にやっちゃったんで、うん、後出し感があるんで、うん、ちょっと分かんないんですけど、実は、うんうんうん、先生、回答とかアピールしてもらえませんか。ドキッチ。おっ、多いと書いて占い師って言うと思うじゃん。新井さんと会いました。じゃあ市民の新井さん、市民でした。はあ、はあ、ない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 、はあはあ、なんでないの。市民だから、市民なんで。いや、それは本当だけど、だからこれどういうこと。ちょっと待って、新井さんちゃんと考えて、これどういうこと。え、だって単純に回答で、はい、市民と交換して、はい、でここが狼ってなれば別に全て丸く収まるよ、一応、うん、それが一番確率としては違うんだけど。もう一個ある。先生が白田から狼を抜いといて、うん、新井から市民抜いたって嘘つくパターンがある、うん、はいはい、もう一個あります、はい、大井さんが占いを語っている、そして語っている、占いじゃないということ、本当に占いじゃなくて人狼の場合があります、はい、うん、僕が人狼だと何が、そしたら何が、ここに占いがある。ここ、あ、そっか、もう回答カミングアウトしたんですよね。そう、僕は回答なんですよ、うん、他のちょっと、ここ僕はここしか信じられない。僕カウンターいます。回答、我こそ回答いないですか。本当に市民です。一般ピーポーです。はい、市民でございます。ん、じゃあ嘘ついてるか、あれが一番村っぽいんだ。ただ嘘ついてるのはだからもうこっちかこっちってことです。まあミオンの目線でしょ、それ白田目線は。だって大井さん目線だと市民が、あ、そういうことか。いや、白田が黒っていうパターンが一番強い。あるのか。わかりました。なんか片山先生が、あの本当のこと言ってるとして、こう本当だったらここが狼なんですよ。で、それが本当なら狼で、狼から抜いてて、新井から抜いた場合は、うん、今一人狼はここ、うん、で、先生が本当のこと言ってたらここで、僕が嘘ついてたら僕がここ、うん、ってことは
やっぱり新井が一番村っぽいんですよ。そうそう、新井一番村っぽい。村っぽいんですよ、うん、これ確率は何パーか知らないですけど、人狼のケースがあんまりない。そうです、これ8割ぐらい新井は白ですよね、多分。泥目線からの、はい、で次のもしケイブンさんが人狼で、うん、はい、もし一人狼だったって言うんだったら言ってくださいね。こういうこと変えられてて、はい、あれってことなんで、今村になってる。ちなみにちょっといいですか、ですね、ちなみに僕が、うん、あの自己弁護のために一つだけ言わせてください。僕は矛盾が起きなかったです。あの僕は白黒って言ったじゃないですか、その時に誰かが絶対に回答だと思ってるんですよ、知ってるんで、回答がいること。その時に回答いるでしょって言って、先生回答じゃないですかって自分から言ってるんですよ。でも占い師がここにあるってことはあるんですよ。ある。いや占い師があることあるんですけど、ここそうなんですけど、白黒って断定して僕は見たんで、まあ、見たことによって回答ちょっと嘘つきだったらここに回答かもしれないじゃないですか。私目線だともう大井さんしかないってことですよね。いやでも回答っていうリスクはすごい高いんですよ。ここに回答があるって嘘をつくリスクは高すぎるんですよ。あ、それは分かるんですけど、でも一個だから少しだけ僕の正当性というか、本物っぽい餌をあの言うのが、要するにこの3人のうちどれかが絶対回答で出てこなかったら嘘になるみたいな、先生回答でしょっていう言い方をしたっていうのが自己弁護。言い方として、そう、言い方として、ね、してうん、もう知ってたの。回答市民で占いは平和村だから絶対なくって、うんうん、ないんですよ。5秒前だから、あ、私目線だと3、片山先生の嘘ってあるの？1、あります。話し合いは終了です。話し合いは終了です。そしたら回答が出ない意味がわかんないんです。はい、では皆さん怪しいと思う人物を一斉に指さしてください。一斉のせ。あら、これ負けましたよ。あれ、あれ、あ、市民なの、負けなんですよ。でもわかんない、他の人が、あ、やっぱ人狼なんだ。だねー、やっぱねー、大井さんが人狼一人勝ちですか。誰にも信用してもらえないもん。あれ、抜かれてるということで、大井さんが2ポイントです、ね、ね、くー、大井さんは本気でこの点数状況でも勝ちに来てるんですよ。黙されちゃダメですよ。簡単に騙されてる場合じゃないですよ。これさ、占い師かけかけた、これさ、行き過ぎだよ。占い師が行き過ぎだよね。さすがに占い師がないと思ったんだよ、確率的に。まあ、それにかけて乗っ取るしかなかったです、僕。でも人狼で勝つ、そこまでなんか、そこまで市民のパッションが感じられなかったというか、ね、うん、もう、さ、みんなそんな市民のパッションじゃ何よ。意外とね、意外と市民って意外とパッションないよ。パッション言うのすっごい出しづらい。本当ですね。はい、では皆さん、ここまで生きてるんだったら読み方教えてほしいぐらい。5ゲーム目に入ります。はい、では参ります。オオカミさん、オオカミさん、起きてください。オオカミさん、オオカミさん、起きてください。オオカミさん、お互いの確認をしてください。お互いの確認をしてください。確認ができたら眠ってください。確認ができたら眠ってください。では次に占い師さん、占い師さん、起きてください。占い師さん、占い師さん、起きてください。占い師さん、どちらのカードを占いますか。どのカードを占いますか。占い師さん、こちらのカードでよろしいですか。こちらのカードでよろしいですか。確認ができたら眠ってください。確認ができたら眠ってください。では次に回答さん、回答さん、起きてください。回答さん、回答さん、起きてください。回答さん、どのカードと交換しますか。回答さん、どのカードと交換しますか。回答さん、こちらのカードでよろしいですか。こちらのカードでよろしいですか。確認ができたら眠ってください。それでは最後に皆さんのカードを整えます。皆さんのカードを整えます。それでは皆さん、朝が来ました。おはようございます。おはようございます。話し合いを始めてください。むにゃむにゃ。さて、はい、さて、なんか、いやいや、違う、いないですか。なんですか、ぬるっと、またまたワンパイってことやの。お、早い、ゆろたさん、はいはい、私占いです。はいはいはい、ここ見ました。結果はちょっと待とうか。うん、まあ、待ちましょうか。先生、対抗的なのは僕は村です。市民です。僕も市民です。だからあれ、市民ですまでさっき僕言っちゃった。あ、でもそっか、占い出てるからいいか。そうですね、そうだね、市民です。はい、3人市民って言った。まあ、3人市民って言ったということは、まあ誰かしら、まあそりゃそうですね。回答いないんですか。ん、結果言っていいですか。もう出てこないですね。どうぞ。ここ回答と市民です。え、回答と市民、二人狼。二人狼、二人狼、はあ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 。え、マジっすか。なんか今の驚き方がね、すんごいわざとらしいんですよね。マジっすかっていうのが。だって今それって、うん、相当リスキーな占い師だなと思って。嘘をついてる場合、すぐバレるから、うん、
そうだね。三市民のわけないから。だから相当信憑性あるね。あるね、うんうん、だって、あ、でもこの占いが嘘で、後でやり直すかもしれない。結果まあ、仮に本物だとして、こがない回答と市民でしょ。はい。だから、まあ僕も全然狼市民だけど、あなたはそういうね。まあそれはもちろんね、僕は、はいはい、僕の目線はそうしか考えられないですけど、先生の目線はこれが二狼、うんうんうん、そうそうそう書いて、ちょっと二狼、そっか、回答が狼を引いちゃってれば、うん、言えないから、これごちゃごちゃ村だ。回答が狼引いちゃってればってことは、ここは偽物ってこと。偽物だとしても、うん、何も言えない村なんだよ、これ、うん、でちなみに、に、え、ごめんなさい、真じゃないかな、うん、で、だとすると真だとすると、うん、二狼潜伏、潜伏二狼なんだ。潜伏二狼とかするんだ。ないな、潜伏二狼ないな。でもそうだったの。いや、ちょっと言われても回答と市民だったの。ないよ、ないない、潜伏二狼ってことになります。え、でも潜伏二狼ない。でも回答と市民だったんだもん、うん、でも、先生、対抗は出てないんですよ。回答の対抗は出てないんですよ。これね、はい、大変なことになってます。どういうことですか。多分教えてください。うん、嘘です。嘘。語ってます、語ってます。と理由を占いが、占い師ここにいる。まあそれはいいです。もう一個は何ですか。で、回答がいるんですよ。で、回答がここ引いてるんですよ、多分。やっぱり。うん、ってことは、これ逆に白田をさせなくなったってことですか。この3人の中の3分1に一人狼じゃないですか、これ。ここ回答、今回答じゃないですか、これ。今回答だと思うけどな。だからここかここかここか人狼で、二、うん、市民で、うん、ちょ占いで占い、はい、占い、いや、まあでもそれは一つの読みですよ。違う、あの、ある可能性、可能性、可能性、僕は正直そこまで今のに対してわかんないけど、片山先生の今の話に大井さんがめちゃくちゃ疑いなく乗ってたのがすごい気になる。いや違うよ、一つのパターンって僕言ったもんだって。うん、まあそうだけど、もう一個のパターンを提示してみようかって話なの、うん、僕も一個ちょっと考えてるのがあるから。二狼潜伏って実はあるんですよ。あるんですか。はい、あるんだ。ありますね、これって、うん、そのパターンを 見越してれば、うん、潜伏すれば、うん、結構勝ちやすいんですよ。白田に疑いを向けて、うん、二狼潜伏ってできるんですよ、これ。だって、あの、回答が、二狼がここに二狼いるとするじゃないですか、うん、そしたら、一市民で回答もこっち入る確率が相当高いんですよ。3分の2はこっち行っちゃうんで、回答がこっち行く。そう、うん、だから、これ結構白田は嘘つき扱いして、二人狼は潜伏しやすいですね。なんかさっきから全員を疑ってるんですよ、うん、片山先生が怪しい、大井怪しいって言ってるんですよ。何か疑いの目をよそに向けてるだけの人がいるんですよ。でもそんなこと言ったらみんなそうだけど、うん、まあだって僕はこの場合は、うん、でも一つの案を先生は提示したときに、うん、はい、それあるねって思うのは当たり前なの。ひらめいただけよ。そうです。でもそのひらめきが一番人狼を探しているよりも僕の中で二人が怪しいんですけど、うんうんうん、ちょっと寄ってるんですよね。先生の方が神明なんですよね。村明なんですよ。だってそれ狼探す行動ですから。市民っぽいって思ったけど、でもわかんないんだけど、うん、あれでもミュンヌが狼ってことは、ね、一狼で語ってるってこと。そういうこと。一狼で語ってる。そうそうそう。それでその一狼を回答が引いちゃったってこと。そう、うん、引いちゃった。そのパターンじゃない、ね、うん、3分1で引いちゃった。でも狼で語ってたら、うん、あ、でも狼で語ってたらこっちに狼いるって言わないのかな。って言うよ。狼で語ってたら、そう、狼で語ってて、こっちに狼がいないなんて語り、あの、語り占いする。4、それ3、2、しません。さあ、普通しないんじゃないかな。話し合いは終了です。話し合いは終了です。それでは皆さん、怪しいと思う人物を一斉に指さしてください。一斉のせ。新井さんが3票、大井プロが1票ですね、はい、はい、ではめくってください。あら、いやー、とパッションタリア。あら、あら、パッションタリア。先生は、さあ、人狼は、あどっちでしょうね。一緒にやる。先生、どっちから抜いたの。一斉の、よし。僕と先生勝った。そうですね、片山先生と二人狼だったの。二人狼で、こうなの。そう、パイパイ、これ。あ、そうか、二人狼。ラッキー、先生がやってくれたおかげで僕か。あ、そうか、僕と先生勝ちだ。はい、2ポイントずつです。先生が回答だったんだ。ちょっと、トヨピー、なんとかして。なんとかしてくれる。ちょっと、しかも私、先生笑ってたんだろうね。人狼とあれって言おうと思って、回答って言おうと思って、間違えて市民って言っちゃった。市民って言っちゃったよね。なんで二人狼バラすんだよ。そんな二人狼やめろよ。マジで間違えたんですよ。間違えた。
最後言ったの結構そうですその話全部僕がぶっ壊した嘘つけんだちなみに今夜のターンで君占いで出てみたいな感じになったんですけど私二人狼やったことなくてそれって OK ですか一応声出さなければ OK ですじゃあジェスチャーで伝えるのって分かりますあ夜のターンで、はい、夜のターンで目が合った瞬間狼同士が目が語りに行けたそうですあそうだ両方デート大事件だから終わっちゃう事故だから手順は OK ですはいではカードをおじさんカードを選びます寝ちゃった今日調子いいぞはいそれではカードを確認したらその場に眠ってくださいでは参りますオオカミさん、オオカミさん、起きてください。オオカミさん、オオカミさん、起きてください。オオカミさん、お互いの確認をしてください。お互いの確認をしてください。確認ができたら眠ってください。確認ができたら眠ってください。では次に占い師さん、占い師さん、起きてください。占い師さん、占い師さん、起きてください。占い師さん、どのカードを占いますか？占い師さん、どのカードを占いますか？占い師さん、こちらのカードでよろしいですか？こちらのカードでよろしいですか？確認ができたら眠ってください。では次に回答さん、回答さん起きてください。回答さん、回答さん起きてください。回答さん、どのカードと交換しますか？回答さん、どのカードと交換しますか？回答さん、こちらのカードでよろしいですか？こちらのカードでよろしいですか？確認ができたら眠ってください。では最後に皆さんのカードを整えます。皆さんのカードを整えます。それでは皆さん朝が来ました。おはようございます。おはようございます。占い師です。話し合いをしてください。占い師です。フライングじゃね？はい。はい。もう先に結果言わせてください。でもここですか？ここ違います。あ、わかりました。片山先生を占いました。狼でした。もしかしたらカウンターされると思って、先に言いたくてしょうがなくて言いました。たまに変わったことをやろうと思って、ここを占って狼でした。うん、はい。本当です。一狼だったら勝たせてください。回答しようないな。ね、回答は？お願いします。回答誰かいないの？回答がないんだと、またここと変えちゃった。とかそうね先生が狼があったとして回答が、ね、回答がいて、うん、僕占い師とかであとコーチとかやったら最高の結果だったのに、うん、これで片山先生はカウンターできなくなったんでかーなんだよ回答いないのでもケブンさんが狼、うん、に狼だったらきっと回答か占いで出ると思うから、うん、このままと負けちゃうから、うん、出ないっていうことは相当市民だと相当先生は一狼っぽいんですよお互いそうだよねそう、うん、先生何かありますか反論は考えてくださいまだ黙っててもいいよ回答いるんなら両脇の回答いるんなら黙ってていいよ先生のボロが出るまで嫌な大人ですね大人じゃないからね大人じゃなくて大人だったことは一回もないからねガキ大人プレイはどうしましたかおじさん、また教えてます今日調子いいからっていやこれ一人狼で、まあ、両脇市民とか両脇回答両脇回答で先生から抜いてる場合は僕負けるんですよ狼に食われちゃうんですよこれでもそれ以外のパターン、うん、それ以外のパターンの方が確率は大きいんで、まあ、私は信じてください、うん、市民の人は信じていい、はい、まあ信じ気味ですけど、ね、だいぶ先生のお話を伺いたく存じますまあ人狼なんですけど回答がいたら負けますね、うん、あもうそういうのは、うん、逆に、ねうん、あ抜いてる可能性を考えてください一人狼ってことですね、はい、一人狼で抜かれてる本当にもそれあるんですけどね抜かれてる可能性がありますねということで私の占い師はもう確定です、うん、はい狼仕様まで出ちゃったんでしかも一人狼ですよこの出し方あちょっと待って二人狼の時にカミングアウトして両脇を片そうパターンあるねあそんなことないかないわ二人狼ないわだってここ釣られるだけで負けるんだもんそうですあんな負け方しないもん、うん、二人狼ないですよこれ一人狼、うん、一人狼勝ちですこれ、うん、そうですよ二人狼だったら諦めないもんいやまあでもん抜かれてるかどうかこっちに行ってるかも僕目線だけどそうまあそうっすね、はい、うんその確率だけですもんね2分1の上で3分1あるんで、うんうん、2分1から3分1みたいなここにまず入っててなおかつ狼を引いちゃったパターンだけなんですよ、うんうんうんはい、そうです6回に5回はあそこが人狼で6回に1回だけ起こる事象ですねそれいいな占い引けて
占い行くとね、楽しいんですよ。いいなぁ、いいなぁ。これプレイヤー占いのたまにはありですよ。こういうパターンも。いや、全然もう何でもありですよ。はい、うん。むしろ毎回ここつまんないですし。ね、うん。増石とかないっすよ、このゲーム。まあ、ないっすよ。うん、行きましょうか、スカーチラこれね。あ、はい、よろしいですか。はい。はい、それでは皆さん、怪しい友人物を指さしてください。一斉のせ。先生。どっちにしろ負けだもんね、抜かれてても。そうなんですよ、抜かれててももう、うん、あーこれラッキーだな、二進路だったらでもこれ負けちゃうパターンのよ、うん、いや僕最後、回答でボイさんと変えたとかっていうのってありなのかな。あ、市民の市民、そうそうそう、市民語りでボイさんと占い変えましたって。でも言っても信用ないもんね、言わない方がいいっすよね。だってそれで2人が、うん、じゃあ安全策にって言って 2-2 に分けようとして私に刺してきたら負けちゃいますよ。負けちゃう。ああ、そっか。負けちゃう。はいはいはい、よくわかんないよ、それ。勝つんじゃないよ。人狼だけちっちゃく勝ち。それで、こことここはそうだから、じゃあ人狼とここだねってなるけど、でも回答でここと変えたかも。うん、あ、回答だっていうのか。回答だって出て、おいさんと占いで変えたとか。いや、まあ、それは、ちょっと考えてください。ついていけねえぞ。だからありかなと思って、今の状況。まだ時間はございますので、続けますよ。どうだったんですかね。ちょっと詳しい方、コメントで教えてほしいですね。ありコメント募集します。どうだったんだろう。そこまで回答もいなそうだとね。うん。取れたかもしれない。はい、まあでもカードを選んでください。もうそろそろ役を引かせてください。はい、それでは皆さん確認が済みましたら始めたいと思います。では狼さん、狼さん起きてください。狼さん、狼さん起きてください。狼さん、お互いの確認をしてください。お互いの確認をしてください。では次に、あ、確認ができたら眠ってください。では次に占い師さん、占い師さん起きてください。占い師さん、占い師さん起きてください。占い師さん、どのカードを占いますか。占い師さん、どのカードを占いますか。こちらのカードでよろしいですか。こちらのカードでよろしいですか。確認ができたら眠ってください。では次に回答さん、回答さん起きてください。回答さん、回答さん起きてください。回答さん、どのカードと交換しますか。回答さん、どのカードと交換しますか。回答さん、こちらのカードでよろしいですか。回答さん、こちらのカードでよろしいですか。確認ができたら眠ってください。確認ができたら眠ってください。それでは最後に皆さんのカードを整えます。皆さんのカードを整えます。はい、では皆さん朝が来ました。おはようございます。話し合いを始めてください。占い師の方いらっしゃいますか。うん、いらっしゃいましたらお願いします。誰も出るの、ま、わかんないけど、でも占い師だとなんか片山先生の見ちゃうな。なんでなんだろう、わかんない、なんか見ちゃう。なぜか見ちゃうんですけど。占い師だと、うん、先生占い師っぽいんですかね。役職、回答の人います。回答出れる回答の人います。出れる回答です。はい、出れる回答さん、出れる回答です。はい、はい、うん、占いますか。もし占いがいたら一緒に結果言いたいんで、うん、あ、じゃあちょっと待ってください。なと思って回答なんですか。出れる回答なんです。はい、ちょっとすいません、黙ってました。うん、占い師です、うん、白田さんが、うん、僕を刺さないっていうちょっと教えちゃうんですけど、うん、ここが、あ、まだ言わないんですか。いや、ここがって言ってるんで、はい、一斉のいきます。はい、一斉のいきます。はい、一斉のせ、市民、うん、で、ここが人間、市民と人狼でした。市民と人狼、はい、回答は必ず一人います、はいはい、黙ってる回答、ここが狼引いちゃったか、うん、どっちかです、多分市民って言ったんで、市民って言ったから、白田が正しければ、白田と僕が正しければ、うん、片山先生の一人狼でフィニッシュです。いや、僕市民なんで、はい、先生なんか出してください。何かまた、はい、占いがここにいるパターンもありますよね。いや、そうなんですけど、うん、一応僕的に、うん、あ、まあそうですね、まあその確率はあります、うん、はい、はい、占いがここにいるってことは、こう狼、はい、一人狼で語ってるってパターンなんですよね、はい、うん、僕は本当に占い師で、今回もある程度どうしようと、だけど分かんない、はい、あの白田さんがどっかから引いてる場合もありますよね。そうです、うん、はい、白田は新井が白だってことが分かるわけで、うん、僕は本当言うとここからここと変えた、言える市民って言ったんで、うん、結構かけたんですよ。あ、言える市民ってことは、あの3回に2回裏側を引くんで、うん、僕はもう知ってるんで、
ここの結果を。だから1人狼1言うなら、あの要するに村側は2人いるんですよ。だからそれにかけて僕を言ってろって思ったんですよ。言える市民ってこと、占い師を変えたかもしれない。そしたらここ組めるじゃないですか、この3人と思ったんですけど、ちょっと当てが。二人狼ってあると思います？二人狼は絶対にないです。どうして？いや、ごめんなさい、あ、僕目線ですけど、まあ、読みからいくと、おじさん目線、うん、読みからいくと、うまい具合に やり込められてるってことはある？ない？それは相当な確率ですよ。だって占い師も、うん、回答もいないんですから。あ、そうか、ここにいなきゃ、同時に結果、しかも同時に手上げといて、そんなのは言えない、絶対にないです、うん、絶対とは言えないですけど、もう、うん、すごい確率です、はい、いやでもうまい具合にどっちかが、どっちかが嘘をついてるんですよね。でも僕よりも前に白田が、僕が占い師って言い上げる前に結構回答って言っちゃってるんですよ、うん、だからこれって白田さんがもうほぼ二分一で正しいこと言ってるか狼引いちゃってるかなんですよ、うん、はいはいはい、もう、うん、はい、先生のここが狼か、うん、白田のここが狼、小井さん目線はですよね、はい、うん、私の目線だと、大井さんが語ってるか、うん、このまま片山先生が狼かのどっちか。大井さんが語ってても、うん、語ってるかってあるの今、僕が語ってる、ある、ちょっと計算して、シミオン目線であるのかな、大井さん語ってるって。片山先生の市民を信じるんだったら、市民の白田目線で語りがないと教えて、どういうこと。いや、ちょっと待って、語ってるのあるよ。いや、こっち目線で、1分前回答で僕と白で変えたって言ってるんですよ。それ以外も変わらない。白で変えた。で、僕が市民で人狼があるじゃないですか。人狼がある。うん、そうすると、ここに占いと人狼。占いと人狼か。そんな確率ないから。僕がだったら一人狼で占いがいないことをにかけてバッと上げてるってことだよ。まあ、さっきはそうかもしれないけど。それで回答まで乗っかっちゃってるんで。薄いな。ちょっと待って。乗ってるんじゃないですよ。私目線はこっちこっち、大井さんの目線だと。これなんか脱出法ないの？先生が。いや、僕は大井さん語ってると思いますよ。僕市民ですもん。僕は語ってないです。今矛先が向いたんで、はいはいはい、ちょっと先生が怪しくなりましたね。僕は矛先が僕に急に向いたんで、はい、僕疑ってる人が今先生しかいないので、うん、ちょっと向きましたね、先生に。はい。白田をちょっと信じようと思って感じになっちゃって。今白田が鈍いち怪しいって言ってるのに、うん、はい、ここ先を僕に向けたんで、うん、ちょっと今の行動は